やばい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 。ワールドカップに出場できるかも。マジで。芸能事務所で PR。ちょっと今のうちに強化しとこう。なら、マジでひっきりなしだ。すげえ、なんだこれ。え、ちょっと、使っちゃうよ。こんなの。こんなにみんな使うんだったら俺も金かけるわ。もう四六時中みんな使ってっから。ちょっと施設アップとかも。スルピカンデラックスとかアホみたいに使っちゃえ。あ、全部使っちゃったんだっけ、もう。ないか、よし。あ、これはやばいわ。いや、もうちょっと早く気づけばよかったな、これ。レーンの強さ。今買っちゃおう。スルピカンデラックス。でも全部ぶち込む。この魅力やばいな。価格結構上がるね。いいね。5が打てる回転寿司や。出ました、ぶち込む。また言ってた俺。ガスバーナーで炙っちゃう。超怒られそう。いや、やばいぞ、うちのお寿司屋。広報芸能事務所で PR。ついでに、雑誌広告持っとこう。ウニ！よし、ウニが手に入ったら今日は終わろう。か、そろそろもしくはあれなんじゃない？コンクール。あ、1ヶ月後。ちょっとコンクールやってから終わろう、今日。これもお寿司屋わからん。まあ、それは何とも言えねえわ。よーし。これ多分相当上がってる、座席のランク。85点。やったー、三つ星半。やばい、明らかにうちの寿司屋が成長している。素晴らしいことだ、これは。だるまだー。だるま、ああ、だだ、菓子の種もある。招き猫も買っとこうかな。招き猫安いな、これ見ると。建築、施設。5番もう一個作ってもいいかもしれないね、これもしかしたら。置いとくか、もう一個。なんか人気あるし。ここら辺かなんかに置いといてさ、とりあえず。で、どうしよっかな。これがインテリアか。インテリアで招き猫を、こういう空いてるところに置いとく。ここら辺はだるまに、いや。タレント。だるまだらけですげえ気使うけどね。ああすごい圧がすごい、ここら辺の。だるまにこんなに見られて飯食えんのかな、俺。これ、ブーツハワチ流れてる、ちゃんと大丈夫？ 4 つまとめて流れるかな、この後。
ちょっと見てみよう。もうちゃんとこのここを有効活用できてるのが俺気になるわ。ウニ。おおお、あああ、めっちゃ流した。しかもめっちゃ取る。あ、いいね。 V2 が一気に2皿売れた。このさ、これいいな。すぐ疲れるやん。これいいね、なんか。来た、コンクール。よし。もう一回行くぞ。日本一選手権、V2 アサルトバスター。ちょっと修行するか、少し。ちょっと太し、やっぱりちょっと魅力、なんか、頑張ってほしいわ。だるまだらけ。やばいな。骨董品屋みてえだ、なんか。俺やだ。俺やだ。うお！売り上げめっちゃ上がった。めっちゃでもないか。維持費が、あれ、維持費そんな上がってねえ。全然プラス。いやー、目利きが、接客が地味にいいと。進化した。あ、そうかそうか、人がいなくなったからな。だるまからのし、やばいよね。で、これ、両目ついてりゃいいけど、両目なかったらより嫌だよ、俺。とりあえずちょっとふとしよう。ポニーに代わる目利きの鬼をちょっと作るわ。ポニーがでも今200ぐらいあるんだよね。それもちょっと考えてやっていかないといけないんだけど。すげえ、もう鳴りやまないよね、音が。お、何作ってんだ？ハマチ。タコかよ。タコそんな売れねえんだよ、流しても。ちょっと見とくわ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、やっぱそこはさして4皿作らねえんだ。まあ別にこちらはいいけど。さあ、まず修行の旅が終わりまして。お、来た！日本一選手権。さあ、頼む！進化した V2 アサルトバスター、マグネットコーチ、マグネットコーティングどころの話じゃねえよな、多分。いやーな、ぶっしゃりに勝てるか、これ。どうなんだこれ。いや、いけると思うんだけどな。結構好きかも。え、まだ強化しなきゃ。9。待て。9、9、9、20。おし、6あってもいける。いける。見える。あ、準優勝見えるぞ。日本一がついに見えてきた。よし、今日は終わろう。いやー、見えた。光が見えたぞ、今、マジで。ね。あ、V2 アサルトバスターが売れてる、ちゃんと。アサルトバスター、いいね。みんな買ってる。そういうことだよな。あと1点だよな。でも、いける。1点だったらいける。あ、なんか俺、あ、ヤシの木買っちゃった。まあ、別にいいや。粉末茶ちょっと買っとこう。粉末茶普通になんかいい。買っとくと。
料理か。料理 V2 アサルトバスターを。美味しさはもうこれ以上いかないから、菓子の種で無理やり上げていく。刺身包丁があんまりだったんだよな。ガスバン、フライパンが実は良かったりしてっていうのがあったから、そうでもない。あれあれあれ、あやばい、反応が、あ、そうか、これ以上もう伸びなくなっちゃったのか。もう、あやばいやばいやばい、効果がなく、なくなってくるんだよね。これが限界だよってとこまで行ってんだ、今、多分。菓子の種とりあえずぶち込んで、なんとか、無理やり。菓子の種で無理やりやるしかない、これは。あれないのか、品質の種とか、ちょっと入れたいけど、売ってないんだよな、今。食塩水もダメでしょ？ああ、ダメだ。あ、バカ、間違えた、ボタン押し間違えた。バカ。もう、ハテナはないもんね。施設アップなんてしてもしょうがないから、これは。よし。じゃあ、これちょっとレーンを変えちゃおう。粉末茶。全部入れる。通りでなんか席がなんか伸びねえなと思ったんだよな、ランキング。連絡制出ちゃったね。でも、なんか、あと1ランク何か伸びてくれりゃもう勝てるよね、これ。あ、ツルピカンデラックス、そういえばあったな。あ、ないわ。買ってないんだ、まだ。あ、特に、あ、ちょっと進化した。お、修行の旅終わった。どうだ？ 12、 おお、めっちゃ上がった。あ、でもちょっと上回るぐらいか。地味に今な、どうなんだろう。職人管理的には今、ポニーとフトシって55、56でしょ？あ、でも超えるな、多分。レベルアップしてるうちに多分、目利き204の109で、あ、接客が超えてやがる。あ、あるな、ワンチャン。1、2、3、4、5、6、7、8、9人。そうだよな。さて、今更何かしてもしょうがないので待つか、ゆっくり。金に物言わせて熊草ハンマー買ってもいいんだけどね、最悪。でも今別に無理して、なんだろう、買うこともないんで、あのレーンを別に、満席になってるわけじゃ、結構埋まってきた。 あれか、集客の効果か。もうちょっと見るたんびにもう5がもう売れてんだもん。じゃあ寿司コインが貯まるからいいんだよな、でも結局のところ。じゃあちょっと次にやる人が多い、これやった。魅力そんなねえ。あ、でも食欲アップか。いいじゃん、宝船。品質の種来た、品質の種、よっしゃ。フライパンも買っとこう。たくさんあるから。寸胴はまあ無理して買うこともないから、よし。V2 アサルトバスターを、品質の種。さっきは菓子の際に使ったんだもんね、だって。よし、来た。ギリギリ、マジでいける。
あとちょっとなんだよ。よーし、来たドン。よし、絶対勝った、これで。絶対これで日本一取れる。と自信がある。取っとくか、気持ちよく。ね。なんか、今日、やっぱり。あとどれぐらい？コンクール。2ヶ月後、地味にある。いや、次回に置いとくか。いや、でも今、みんな見たい？日本一の瞬間。どうする？それ次第だわ。ここまで来たらやるか。V2 アサルトバスターで優勝するまで。しばらくどうせほっとくだけだし。まあ、ちょっとコンサルで育ててもいいけどね。ちょっと太し育てて。てか他の職人も育ててっても別に良さそうだよね、なんか。調理ランク上がればどんどんいい寿司、高い寿司を出せるようになるから。なんか常にあれだね、なんかやるようにしようかな、そしたら。修行は。よーし、どうだ、どれがいく ?200 は超えるでしょ。200は超えるでしょう。200は200。いったで、ちょっと、春尾さんも少し旅行ってきて。おっ、あ今これ聞いてる人って最後まで動画見たってことだよね。そうなるね。いやー、ありがとうね。ありがとうございます。ああ、ブラザーバックしないで、このノリで今後も行くから。嘘だろ。